オーメンズイレブンゲームチャンネル。はい、今回はグリムノーツの白雪姫&美女と野獣のガチャをやっていきたいと思うんですけれども、はい、まだね、僕とガリシね、結構グリムノーツやって間もないんで、そうですね、全然理解してない状況、うん、勉強段階ですね、はいはい、で、まだやり始めて2人とも5日以内、3日とか4日ぐらいだよね、はいはい、で、現状をまずお見せしたいと思います、はい、タウンが、箱庭が、うん、あ、今これ僕あのアカウント映しちゃったから、あ、そっか、 iPad で普段やってるんで、かわいいなんか1個でかくしてます、うんうん、で、やべやべ、癖で集めちゃう、あ、そんなに入んの、あ、もうこれもね、レベル上げ、ランクアップさせてる、あ、上げてんだ、もう師匠石を石使って、うんうん、バンバン使ってるから俺、た、癖でまた押しちゃった、あ、そんな入んだ、そうそう、もうレベル5まで上げて、で、ここ本当はね、あの、金庫だらけだったんだけど、うん、素材、これか、素材倉庫が絶対に必要だから、うん、ここにね、たくさん並べてたんですよ、金庫、この辺、うんうん、6個並べてたの、うん、4つぶっ壊したよ解体したよ、解体、ほんと損だよ、損、うん、ここもなんかね、1個置いてたのに、うん、素材倉庫が必要になって壊したけども、うん、あ、それ素材倉庫2つ持ってんの、2つ、2つ2つないとダメなんだ、もうすでに、あ、あのね、ある分にはてか多分、将来的に3つ絶対必要だから、あ、そうなんだ、倉庫がいっぱいになっちゃうと、その素材を捨てるのがすごいもったいないの、あ、売ったりとか、素材ってもう捨てるしかないんですか、解体するじゃないですか、なんか金庫みたいなやつ売るの、あ、金庫、あ、金庫みたいなところとかあるじゃないですか、作ったやつ、うん、そう、作ったやつを解体 、うん、した後ってどうなるんですか、そしたらなくなる、なくなってもう一回一からやり直し、育て直し、そうなの、そうなの、っていうね、ちょっと厄介に、まあ、とにかく素材集め大変なんで、あの素材倉庫は絶対に始めに必要というわけで、他はいいかな、うん、クエストは今アラジンの男っすね、で今とにかく今1の25を周回して素材集めしてますというような感じでガチャを引いていきたいと思います。ガチャどれだっけ、ガチャあった、今回のガチャオカルトは、非常にシンプルです、はい、グリムノーツを全く知らないクロさんに、はい、単発で引いてってもらいます、はい、一応10連まで、はい、だから346個だから96個まで、はい、はい、ガチャで、はいよ、いきます、うん、これあれですよね、なんか、はい、こうぐるぐるしたりとか、そうそうそう、優しく撫でたり、これ画面に見…ちょっと、おい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 はい、一人生かした、あー白いの出てきた、つながるね、夢はつながるわちょっと確定演出をして、確定演出虹色いいな、見てみたいな、ね、虹色はエクスタシーだからね、グル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 、パーン白、また白いの、まだ出るか、こいつ白い2発目、元気だね、まだ若い証拠だよ、若いの出てきた、本当だ、若い子だ、え、ユリンゲル、ユリンゲルか、ユリンゲル、ユリンゲル、普通にシンプルにやるのいいんじゃないあれ、白、残念だけあら、まだ出る、すごいね、俺ね、ついね、この鏡の真ん中のど真ん中にこうピタッと狙いをこう定めてからポッて離すっていうのをやってみたらいいんじゃないですか、やってみようかな、やると出ますから、え、普通に真ん中ぐるぐるしてから、ぐるぐるしたらその真ん中で、ぐる真ん中、ど真ん中、ど真ん中、いった、また白あ、けど、カットイン入った、あ、4にはなるかな、4になるかな、やった、あ、すげえですね、なんだっけ、知らない、なんか聞いた名前、ドンキホーテじゃん、やったね、ちょっと、まあ、後ろのキャラがね、もう1体ぐらい欲しいんだよね、おめさん1体になってるね、そう、で、白雪姫になってからは1回も手にしてない、後ろ、あ、全然白しか出てこない、てか白しかないね、マジでやだ、ナイス引きしてね全部、全部白って、やらしいなすごいね、すごいね、完全、うん、なんだろうか、導かれてるね、ヒューそうそう白すごいすごいよ、これこれもう結構何回目、え、わかんなくなっちゃった、6回の森の数で、いや、これもうほんと渋いからね、100? 今何個？196個まで、あと4連です、はい、いきます、
へー、もうやっぱシンプルだよ。シンプルにピーってやって、ポーン。白、あ、青。ああ、青はまあ、けど3か4ね。あ、そうなんだ。3かな。なんだね。白と青じゃあんまり変わんないけど、ほぼ期待できない。そうなんだ。そうね。赤で赤カットイン。そうだね。赤カットインかレインボー。アイデア。レインボーカットイン。でピーン。レインボーだと確定でしょ。確定だろうね。あ、そうなんだ。だからカットインのセリフで変わんだよね。許さない。すごいぞみたいな。そうそう言う時があるの。で白猫のギルドオファー出す時みたいな。ああ、なんかそうですね。あと何回もあと2回ぐらい。あと2回だ。ペイ。青。青。ちょっと待って。ああ。まあ4かな。うん。模様を荒らすもの。ロビンフッド。5見たいな。もう5見たいんだけど。5見たい。ドキドキしたい。あと1回か。よし。これ多分全部使うな。しええ。白だ。白。私やるとダメなんだもん。白なんだもん。ちょっとじゃあ僕、うん、一回してみましょう。これでこれかも。こいつ持ってねえなと思ったりして。あと何個あんの？あと96個、一回本もらっていい？そっか、そうやね。今、師匠席入ったから。あー、やったー。したら残り4年なんないかな。あー、なるほどね。あー、1個だけだった、ダメだ。もう3回までしかできないね。3回か。残念ながら。絵が可愛いな。え、綺麗ですよね。まあ、このゲームの雰囲気はね、すごい、なんつうんだろう、なんかアンデスの山々でやりましたみたいな雰囲気。音楽も綺麗出てていいよね。ちょっとあの黒さんが全然役立たずだったんで。あ、そうだね。僕が買って。ごめんなさいね。ストライクショットあれ、ヒカキン。ヒカキン。白だし。ちょ、ガイシやって。これだっですか。そう、かぶやばい、もうほんとこれでここの画面でこっち右行って右2回の右3回の左1回で押してはいでぐるっと回って1234ピッのやばいやべえよこれ。ここだけこねくり回してもこねくり回してもダメでした。もうラストだよ。ほんとつまんない、このゲーム。いや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 、間違えた。ここでやるんじゃなかった。上、上、下、下、左、右、左、右、B、A。 もうやだ、もう赤が一回もなかった。お邪魔します。あー、4か。皆の者、私に続くのです。ハンマーです。ハンマーって俺も一回、一番いや偽まれてる時、なんだっけ、美女と野獣の野獣か出てハンマーってやめたの。悔しい。やっぱなんかどうしても剣が欲しくなるんだよね。剣使いやすいしね。ね、そう、面白そう。ええ出なかった。なんか単発出ねえんじゃねえか、これ10連の方が出やすいんじゃないの。そうなのかな、あるのかな、やっぱりもう単発で引かないこれ。超悔しい。こうしたい。行きたくなるよね。白雪姫の時は多分もう今15連なんで何連13くらい。そうだね、13くらいかな、13だかね。13で前回も多分12ぐらいやって0だったかな、うん、おお。25連ぐらい、まあ、出ないね。33年に1体だから出なくて当然。そかそか、うん、でこれだって下手したらほんと300連とかやっても出ない可能性あるからね。いや怖い。カットなっちゃいけない。ここそうだね、押せないといけない、うん、冷静で。というわけでグリムノーツを知らない人にやらせても出ないもんは出ないというガチャオカルト検証が出ました。はい、ご視聴いただきましてありがとうございました。グッドゲームでやるしゃべ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